こんばんは、モーセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は趣向をね、少し変えて、昼間は1週間の深掘りっていうことで、全体運、仕事運、金運、恋愛運、アドバイスなど見ているんですけれども、日曜の夜はね、この1週間の恋の流れ見ていこうかなと思っています。はい、今日も3択です。ダイスの色もしくはね、ピンときたカードからお選びいただければと思います。はい、1番の方がこちら左のピンクのダイスで、真ん中の2番の方こちらのブルーのダイス、そして3番のグリーンの方、一番右のこちらのダイス、このカードですね。はい、こちら1番、2番、3番からお選びください。そしてね、恋の流れがどうなっていくのかっていうのをルノルマンカードとエンジェルカードで見ていきましょう。そして今週のあなたへの恋のアドバイスをこちらのエンジェルアンサーから引いていきたいと思います。はい、それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあロマンスエンジェルオラクルカード、はい、こちらをねシャッフルしていきたいと思います。はい、じゃあね、見てみましょう。はい、今週の恋の流れ、なんてロマンチックな、なんかね、愛し合いますね。おお、はい、アドバイスカードもとてもポジティブ。おお、このお相手のこの真剣な気持ち、嬉しいですね。何かあなたが怒ってるのか、何なんだろう。おお、今週むちゃくちゃこれ良さそうですよ。ちょっとごめんなさい、こちらのカード後で引きます。はい、今週の恋愛運、いやー、何でしょうね。いいですね。ちょっとね、ルノルマンカードも、はい、じゃあ一緒に開いていきたいと思います。はい、じゃあ見てみます。ああ、いいですね、やっぱりね。なんかすごいね、やっぱ婚約のカードが出たのがすごいなって思いました。おお、いやいやいや、いや、すごいですね。はい、はい、こちらがロマンスエンジェルカード、こちらがルノルマンカードなんですけれども、なんかね、ちょっとこうシンクロがあって驚いたのが、ね、お相手の気持ち、なんかね、エンゲージメントが出ていて、でね、こちらもうね、結婚指輪のカードが出てるっていう、このシンクロ非常に驚いています。はい、お相手の方ね、このあなたのことをとてもこう真剣に考えているように見えますよ。で、逆にあなたはこのお相手に、何なんだろうね、謝るのか許してほしいのか、逆に許す立場なのか、ちょっと待ってくださいね。なんかね、今はいいし今週いいんだけれども、過去のカードを見てると、なんかね、秘密がバレるとかね、こう2人の関係があやふやになってしまって、ちょっと喧嘩が起こりやすいっていうのが出てたんですよね。で、お相手の気持ち見てると、しっかりあなたのことを思ってるので、
何かこうあなたの方でなんかね、こうちょっとこうそうだな、ちょっと突然のショックとかね、って思うようなことがあったのかもしれない。だからこうあなたが許す立場にならないといけないのかなというようにも思うんですよね。でも、もうあなたとお相手様っていうのはもうね、とてもとてもね、今の現状でもお気持ちはね、いろいろちょっとねあるかもしれないけど、今の現状でもこのロマンチックフィーリングスっていうことでやっぱりね、愛し合ってるんですよ。で、愛し合ってはいるんだけれども、あなたの気持ちがまた再びきちんとこのお相手に戻るっていうことで、もう一回ね、チャンスこれが訪れるよっていう感じで、あなたが許す立場になるのかなっていう気がするんですよね。で、お相手はね、なんか、まあ逆にね、そのことがあったからなのかわからないんだけれども、お相手はなんかこう、あなたとの将来を真剣に考えているような気がする。で、結果的には今週どうなるかっていうと、ね、ここでも指輪、ここでも指輪みたいな。で、ここでも指輪って感じで、もしかしたら本当に指輪を送られるのっていうふうな感じですよね。で、結論からすると、このケミストリーっていうカード。はい、これもね、二人がね、磁石みたいに離れられないですよっていう、とてもラブラブな状態。で、こちらのね、ルノルマンカードを見てても、もうまずこのね、真ん中のカードが、これ幸運っていうのを表します。もう四つ葉のクローバーです。で、その幸運、今までのね、願い叶うよ、嬉しいニュース入ってくるよっていうふうなこと。で、じゃあ今週の流れはどうなるかっていうと、なんかこう開かれた、こう二人の関係、なんかこう二人の関係がこうよりこう親密になっていく。で、実際にね、この指輪っていうふうなカードも出てるので、何かこうね、公開プロポーズとかなんかね、そういう可能性あるのかなって思ったりしました。はい、なんかとってもいいカードだと思いますよ。今ね、あなたはまだちょっとへこんでたりとかするかもしれない。なんだこれは、お相手の人ちょっと浮気したとかなのかな。ね、隠してたことがバレたり、二人の関係がグラグラってこうね、こう揺らいだりってするぐらいで、とてもね、ショックが大きかったと思うんですよ。で、浮気だったのかなっていう気はするんだけど、このお相手はかなり軽い気持ちだったかもしれない。でも浮気をされた方からすると、そんなね、そういうのが問題じゃないみたいな、浮気をしたことが許せないみたいな、どうしてみたいな、なんかね、なんかね、違ったらごめんなさいね。でもなんかそんな風に見える。でも、あなたもやっぱね、お相手のこととっても好きだから、今とっても苦しんでるんだけど、でも結局受け入れる。そしてっていう、こういう流れになるんじゃないかなっていう感じです。はい、これがね、一週間の恋の流れです。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。おやすみなさい。1番の方 アドバイスカード引くの忘れてた。ということで、1枚に引かせてください。なんかね、もうあのままね、状態なんかね、問題解決できそうだったからね、すっかりこのね、カードの存在を忘れてた。ちょっと2枚ぐらい引こうかな。よいしょ、失礼しました。はい、じゃあね、どういうカード 成功。ノットサライタイムですね。はーい。はい。はい。天使様が言ってるの。もう、時期はこう、過ぎたかなっていう感じが、こう、一時のね、その強い感情、そこのマイナスの部分はもう過ぎたかなっていう感じで。あと、あなたとお相手様。もうこれはね、もう、二人の関係がどんどんこう広がっていく、羽ばたいていく。今さっきもね、ちょっとごめんなさい、カード片付けちゃったんだけれども、すごくね、こう開かれた関係になるような気がしたんですよね。で、今回のこのカードもすっごい明るいカードじゃないですか。なんかこう、皆さんに祝福される、認めてもらえるような、なんかね、そういう関係に持っていくこと、そしてそうなっていくのかなっていう気がね、しますね。なんかね、一番の辛いところ、まあ、変な言い方なんですけど、もうそこは通り過ぎたかな。そういうふうに思います。
なんかあなたの心の平和、それが少しずつ取り戻せてきているように、そういうふうにも今回天使様のメッセージは私は感じました。よかったら参考にしてみてください。はい、それでは失礼いたします。じゃあ2番のパープルの方、お待たせしてます。じゃあね、こちらからまず演じるカードから今週のね恋模様を、はい、見てみましょう。さあ、どうだろうね。恋模様。よいしょ。はい、じゃあちょっとこれ開いていきましょう。新しい恋あるのかなって感じですね。新しいときめき、何何って感じで。さあ、まだでも動けない。なるほど、なんか複雑な恋かな。おお 結果にこのカードがすごいな。ちょっと待ってね。よいしょ。なんか出会いと別れあるのかなって感じがしますね。ね、2番の方。もし今あなたに、例えば彼とか彼女がいるのであれば、お相手の人はね、あなたと仲直りしたいと思っている。でも、こう、あなたにはこう、新しい恋が訪れそうなんですね。訪れて、ちょっと今からね、ルノルマンカードも開いていくんだけど、なんか新しい恋がこれだけ信頼することになるのか、ちょっと待ってね、どっちだろうな、これは。なんかね、やり直すのか、新しい恋なのか、あなたもとても悩みそうな気がするんだけど、さあ、でもどっちにしてもね、今週のね、あなたの恋愛運、超いいですよ。結果にね、このカードなんて嬉しいわ。いいかな。じゃあちょっと、はい、じゃあ開いていきましょう。お、ハートが出た、すごい。あ、やっぱ出会いあるね。性のカード。おお、なんか女性のカード多いな。なんか登場人物多いですね。太陽も出た、すごいね。子供のカード。なんか年下？クマか。はい、ちょっと待ってくださいね。さてさてさて、これは、ね、まあこれが、まあ女性の皆さんであればあなたです。で、見ていただいている男性の方であれば、これがお相手の女性と思っていただいていいです。いや、過去ね、決してね、悪くないんですね。悪くないんだけれども、なんかね、こう、あなた、もしくはお相手が、ちょっとね、尽くしすぎたのかなーっていうふうに出てるんですよね。出ていて、でもそれでもね、二人の関係はバランスが取れていた。とても楽しい付き合いができてたって出ています。で、そこで何らかの問題があったのかしら？あなたの下に子供、そして上にハート。ああ、なんか2人はラブラブだったかもしれないんだけれども、こう、すでにあなたに出会いが今来ているとか来たとか、そんな感じなのかな。もしね、今まだ、いや、出会いないよっていう人は、もうチカチカあると思いますよ。もう今週出会いあるし、そして、なんかね、こう、異性、いわゆる新しい異性の登場。それはね、やっぱりね、両方出てるんですよ。出てる、出てる。そう、ただね、この
この異性にはもしかするとライバルの存在があるかもしれないから、このままトントントンってどうなんだろうね、行くのかな、どうなのかなっていう風な感じはする。案外そういう意味であなたもこの存在にね、ちょっとね、悩むのかもしれないですね。どうしようみたいな感じで。で、今までお付き合いしてた人と新しい人、そこでも悩むのかなっていう気がします。で、これ結論から言うと今週の流れね。これ新しい方に行きそうな気がするな。新しい人と、二人でゆっくり過ごしながら信頼関係築くみたいな。あなた自身お相手とね、価値観が合わないって思ってるところがあるみたいで、これ今のところ私は新しい恋の方、とってもときめきそうなんですよね。ここのね、カードも本当、もうラブラブときめきって感じなんですけれど、こういう存在の人がいたとしても、ライバルがいたとしても、頑張るみたいな。そしてね、お相手からも来そうなんですよね。あなたに一目惚れみたいな。そういう感じがするな。で、とてもナイスカップルになるんじゃないかな。あなたと付き合ってた人なのか、あなたの前の彼氏なのか、彼女なのか。で、そういう人はあなたとの和解を望んでるんだけれども、あなたは前に進んでいきそうな気がするな。この新しい恋、こちらを手にするんじゃないかなと思ったりもしています。もしかするとあなたからすると年下の人かもしれません。なんとこちら。じゃあ、あなたへのね、アドバイスを、じゃあね、ちょっと引いてみましょう。2枚ぐらい引いてみようかなと思ってます。さて、おお、情報、はーい。健康ね、はい、ちょっと待ってくださいね。はい、わかりました。もうこれね、新しい出会いのことかなと思うんですけれども、その人への、その人の情報かな、をとにかくしっかりね、集めましょうと。もしかするとお互い一目惚れでバーンって恋が始まる可能性あるかもしれないんだけれども、っていうことをまず言っていることと、あとこれ健康だよね。この、なんていうのかな、ライバルの存在からの、なんて言えばいいのかな、嫉妬？それでこう、ちょっと、恨みつらみとかが案外こう激しく持つタイプの人かもしれないので、ちょっとね、自分自身で、結界っていうのかな、ちょっとね、塩を例えばね、持ち歩いたりとか、きちんと日本酒と岩塩のお風呂に入ったりとか、そういうね、健康面の留意、それをされていった方が、ちょっとこの人はね、案外こうしつこい可能性あるかもしれないので、自分の身は自分で守った方がいいのかなっていうことで、お塩とかはおすすめをします。はい、これがね、2番の方です。よかったら参考にしてみてください。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございます。おやすみなさい。じゃあ3番のグリーンの方、お待たせしております。今週のね、恋愛運、じゃあちょっと見てみましょう。さあ、どんなカードがね、出ますでしょうか。広げていきましょう。何か別れとかがあったのかな。どなたかをあなたは待ってる感じですね。でも仲良くなれそうですよ。さあ、これは何を表しているのか。あなたの強い情熱が、愛情がすごく
おお、これ恋が実る可能性あるのかな、今週。なんかね、いわゆるアプローチ、アタック そういうのをなんかね、する気がするな。恋が実るかもしれないな。ちょっとこれね、昔の彼や彼女とよりが戻る可能性、なんか今のとこね、これあるんじゃないかなと出てますよ。とルノルマンカードからもね、ちょっと見てみましょうね。もうちょっと。 はい、これで OK。 はい、じゃあ開いていきましょう。なんかね、過去にね、喧嘩のカードが出てるね。ね、一旦終了したものが、さあどうなるのかな。時間をかけて成長させていくのかな。おお、魚だね。これは発展性あるんじゃないかな。コウノトリ。道。おお、山か。ちょっと待ってくださいね。そうだな。わかりました。今のね、テーマが、なんかね、昔別れた恋人っていうのがもう過去にバンバンって出てます。で、出ていて、で、現状としては、あなたのね、この気持ちをお相手に受け取ってほしいんですよね。で、あなたは本当今でも、今すぐにでも、まあ、あの人に触れたい、あの人に抱かれたいみたいな、こう強い強い強い気持ちがあって、でもね、あの人っていうのがね、なんかね、焦ってないんですよね。あなたへの愛情っていう意味ではこれはあるでしょう。あるんだけれども、なんかね、ちょっと冷静に考えてるようなところがある。で、今週の流れね、どうなるのかなって思ってたけど、とりあえずね、お相手とこれね、連絡が取れたりとかね、話せたりとか、一緒に飲めたりとかね、そういう感じになりそうなんですよね。で、2人の関係っていうのがゆっくりなんだけれども、2人のね、新しい道、それがね、できてくるよっていうふうなことがね、出ている。で、私ね、ここまでね、今週行くかなと思うんだけれども、ここの木っていうのがね、動きがね、とってもスローなんですよ。なので、結果的には、ね、これ、魚っていうカードで水を得た魚ですと。で、非常にセクシャルな意味もあります。なので、時間をかけてここの関係、ね、いわゆるあの人の心を打ち抜くっていうところまで行きそうな気がするんだけど、もう、これね、ちょっとね、今週はね、ここまでね、とりあえずね、会えるとかね、連絡取れるとかね、そういうところかなーって気がするんですよね。で、これ、木、だから5っていうカードなので、そうだな。まあ、このね、5日間ではもちろんね、この、あの人と、こうね、会えるとかね、そういう状況までね、いけそうな気がするんですよ。でも、もしかすると、次のステップに行くには、5週間もしかしたらかかるかもしれないかなと。で、ね、山とかね、棺桶っていうカードが出てるので、まあね、ちょっとね、時間はね、かかるかもしれないけど、でもね、ここの関係になっていけそう、いわゆる魚。こう、お互いがね、そうですね、お相手の人もね、今全然焦ってないから、まあ5週間。むちゃくちゃ長くかかるんだったらね、5ヶ月っていう可能性もあるんだけど、でも、お相手はね、あなたに対して前向きです。前向き。そういう意味では、ね、時間がかかったとしても、しっかりとした関係をね、作っていく方がね、いいと思います。で、こちらのアドバイスカード、ね、とにかく、焦っちゃダメだよっていうのが出ていて、で、こちらのね、演じるアンサーからも、ちょっとアドバイスもらおうかなと思ってます。はい、じゃあこちらにします。おお、ほら、ね、コミュニケーションクリアになるって出てるでしょ？だからね、あなたのね、この気持ちはね、お相手はね、まず受け取ってくれる。この受け取ってくれるっていうのはコミュニケーションがクリアになるよと。
今までね、連絡が取れなかったりとか、あの人のこと忘れなきゃって思ってた状況からはとても前進ですよね。なので、そういう意味ではね、ここまでの流れはね、今週行きそうですね。行くと思います。二人の関係に新しい道ができる。ここまではね、今週の流れ。で、こっからが少し時間がかかるのかなっていう感じ。でもね、この恋、結局はね、あなたの粘り勝ちっていう感じで、あの人の心をね、これがね、5週間か5ヶ月か、ちょっと今の段階では、どちらも可能性あるんだけれども、最終的にはあの人の心を再びあなたが射止めることができるよと、そのような流れに見えました。よかったら参考にしてみてください。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。おやすみなさい。